ピーター・カール・ファベルジェピーター・カール・ファベルジェは、インペリアル・イースター・エッグでよく知られた、ロシアの宝石賞、金佐育士である。インペリアル・イースター・エッグとは、通常の材料ではなく、貴金属や宝石を用いて作られた、イースター・エッグである。ファベルジェによるマドンナ・リリーの卵・ファベルジェは、ロシアのサンクト・ペテルブルクで、宝石賞、グスタフ・ファベルジェとデンマーク人の妻・シャルロッテ、 ユングステッドの間に生まれた。グスタフ・ファベルジェの父の一族はユグノーで、フランス・ピカルディのラブ・テイユ出身であり、なんとの直令が破棄された際に、フランスから脱出してきた。はじめは、ドイツのベルリン近辺に、ついで、リボニアのバルト行政区に、さらに、ロシア地域に移住した。グスタフ・ファベルジェは、まず最初に、サンクト・ペテルブルクで修練し、 1860年には商売を信用できる有能なマネージャーに任せて妻や子供たちと共にドレスデンに退いた。2年後には第二子のアガトンが生まれている。ファベルジェはおそらくドレスデンのアーツクラフトスクールで学んだものと思われる。1864年、ファベルジェはヨーロッパへグランドツアーに出る。彼はドイツ、フランス、イギリスで 偉大な金細工職人の下で修行し、パリではシュロス商業カレッジのコースを取り、ヨーロッパの主要な博物館のギャラリー巡りをした。アレクサンドル三世ジョーバゾー1872年まで修行の旅を続け、26歳でサンクトペテルブルクに戻るとアウグスタユリア・ヤーコプスと結婚する。その後10年間、父代からの職人と、 ヒスキアス・ペンディーンが彼の死であり監督であった。会社も1870年代には、エルミタージュの目録作成、修理、復元に関わっている。1881年に大通り添いの16、18、ブルジア・マースカイアに移転している。ヒスキアスが1882年に亡くなると、カール・ファベルジェは、会社・運営のすべてを引き受ける。カールは、マスター・ゴールド・スミスの称号を これにより、会社のホールマークに加えて、自身のホールマークを使用できるようになる。カール・ファベルジェの評価は、非常に高く、通常3日間行われる試験が、省略されるほどだった。彼の弟アガトンは、想像力豊かな優秀なデザインで、ドレスデンから会社に加わっている。アガトンも、おそらくアーツクラフトスクールで学んだものと思われる。 カールとアガトンは1882年にモスクワで行われた全ロシア博覧会で大評判となり、カールは金賞とセースタニスラス賞とを受賞する。ファベルジェの作品の一つはエルミター受賞像の宝物、紀元前4世紀のスキタイの金の腕輪のレプリカであった。ロシア皇帝アレクサンドル3世はオリジナルとファベルジェの作品とを見分けることができないと断言し、 現代ロシアの素晴らしい職人芸の例として、エルミタージュに、ファベルジェ工房の作品を展示するよう命じた。ファベルジェ工房の宝石の販売対象は、ロシアング中に絞られる。カールが工房を引き継いだ時点で、宝石は18世紀フランスのファッショナブルなスタイルで製作されており、アートジュエラーへの移行期であった。これは、最終的に、失われていたエナメル細工の技術や、 すべての石がそれぞれ最も引き立つよう微凸のピースにセッティングする技術を復活させる結果となった。実際、最終デザインを決定するまでに、アガトンは10個以上のワックスモデルを作成して、すべての可能性を試してみることは珍しくなかった。アガトンが会社に加わった直後、工房はオブジェデラックスを発表した。これはエナメルと宝石で装飾された。 金製品のシリーズで電気の押しボタンからシガレットケースまでにわたっていた。この中にはオブジェドファンタジーも含まれている。1885年、アレクサンドル3世はファベルジェ工房をロシア皇室特別御用達に指名する。また工房に妻マリアへのプレゼントとしてイースターエッグの作成を依頼し、翌年もイースターエッグ作成を依頼する。 1887年からは、インペリアルイースターエッグはより成功に作られており、カール・ファベルジェは明らかにデザインを任されて自由に作成している。ファベルジェ工房の伝統に従い、アレクサンドル三世本人でさえ、イースターエッグのデザインは知らされなかった。唯一の条件は、それぞれの卵には思いがけない仕掛けを作り込まなくてはいけないというものだった。 次の皇帝ニコライ2世は母マリアと妻アレクサンドラのために毎年2つの卵を注文していた。この習慣は10月革命まで続いた。サンクトペテルブルクのファベルジェの店。公式にはヤホント、ヤコントと改名したが現在でもファベルジェの店として知られる。1893年モスクワのファベルジェの店。ファベルジェ工房は インペリアルイースターエッグで有名だが、他にも銀色器からジュエリーまで多岐にわたったオブジェを作成している。ファベルジェの会社は従業員500人、ロシア最大の宝石商となった。サンクトペテルブルクに加え、モスクワ、オデッサ、キエフ、ロンドンに支店を持っていた。1882年から1917年の間に15万から20万もの作品を制作している。 1900年には、ロシアを代表して、パリ万国博覧会にも、彼の作品が贈られた。カール・ファベルジェは審判の一人だったため、作品は審査の対象から外れて展示されていた。にもかかわらず、ファベルジェ工房はグランプリを受賞し、パリの宝石賞は、カール・ファベルジェをメートルと認めた。その上、カール・ファベルジェは、フランスの賞で、最も名声高い賞。 すなわちレジオンドヌール勲章のシュバリエに助せられた。カールの息子と職人頭の二人も受訓している。博覧会は商業的にも大成功を収め、同社は相当数の注文と顧客を得た。1916年、ファベルジェ工房は300万ルーブルの資本を持つ株式会社となった。翌1917年に10月革命が勃発し、ビジネスは ケファベルジェ会社の従業員委員会に引き継がれた。1918年、ファベルジェ工房はボリシェビキにより国有化され、10月初めには株が没収された。ファベルジェ工房は消滅した。会社が国営化された後、カール・ファベルジェは、利害機の最後の外交列車に乗って、サンクトペテルブルクを離れた。11月中旬には、革命がラトビアにも達し、 ファベルジェの長子ウジェーヌは母と共に暗闇の中ソリア徒歩で雪に覆われた木々を抜けて旅をし1918年12月にフィンランドに到着した1920年6月にウジェーヌはビースバーデンに渡り父と共にスイスのローザンヌに近いピュイーに亡命するピュイーのベルビューホテルには一族が避難していたピーター・カール・ファベルジェは 自分が愛された国に起こった惨事のショックから立ち直ることができなかった。亡命中、彼は生きていても仕方ないが口癖だった。ファベルジェは1920年9月24日、スイスで死去した。彼は失意のために亡くなったと家族は考えた。彼の妻オーガスタは1925年に亡くなった。1929年にウジェーヌ・ファベルジェは、 ローザンヌの父の遺骸を運んで、フランスカンヌのグランジャス墓地にあった母の墓に埋葬し直して二人を合奏した。ファベルジェには、ウジェーヌ、アガトン、アレクサンデル、ニコライの四人の息子がいた。ピーター・カール・ファベルジェの直系の子孫は、ヨーロッパ、スカンジナビア、南アメリカに住んでいる。ファベルジェを個人的に知る人物は今日生存していない。しかし偉大な人物についての物語は、 ファベルジェ一族に語り継がれてきた。加えて、ファベルジェ工房のロンドン支店マネージャーだった、ヘンリー・ベインブリッジが、雇い主とのミーティングの記録や辞書伝、ファベルジェについて書いた本を残している。また1893年から工房の終焉までファベルジェのシニアマスタークラフトマンだった、フランソワ・ビルボームの記憶からもファベルジェ本人について、洞察することができる。 ベインブリッジによれば、ファベルジェは、ごく稀に黒い服を着るときは、下手の良いツイードを好んだという。また、地方の紳士の雰囲気があり、大きなポケットが純朴な狩猟管理人を思わせたとも言う。彼は無駄な行動や、おしゃべりをしない、集中力のある人だった。彼は、おしゃべりが好きではなかった。ある日の夕食で、ベインブリッジが、おしゃべりが過ぎて、 スウェイシングリー卿が死んだのを見たというと、ファベルジェは、それが誰かを尋ね、即座に、死んだ、銀行家が何だと言うんだと通列に返答した。顧客から注文を取るときはいつも急いでいて、詳細をすぐに忘れてしまった。そういうときは、近くに立っていたスタッフが何か耳にしていないか突き止めようと聞き回っていた。早々の縦穴ファベルジェは、 彼がいつも胸ポケットに結んだハンカチを入れていたのを覚えている。作品の出来が悪い時はシニアマスタークラフトマンを呼び出し延々とお小言を言った。時折デザイナーはファベルジェだと気づいたビル・バウムが彼のスケッチを見せるとファベルジェはやましい様子で微笑んで私を叱る人は誰もいないので自分で自分を叱らなければならなかったと言った。 また彼はウィットに富んでいることで有名で、自分の嫌いな気取りやタイプには容赦がなかった。ある洒落者の皇太子がファベルジェに、自分が皇帝から受けたばかりの名誉について自慢し、どうして受賞できたかわからないと言った。宝石賞からも祝辞を浴びるつもりでいたのに、ファベルジェは、本当に殿下、私にも、なぜかわかりませんと答えただけだった。ファベルジェはいつも手ぶらで旅行し、 目的地ですべての必需品を買い揃えた。ある時、彼はニースのオテルネグレスコに到着した。ドアマンは手ぶらのファベルジェを押しとどめた。幸い、ホテルに滞在していた、ある大公の一人がファベルジェに大声で挨拶したため、彼は謝罪を受けて、ホテルにゃ、ベインブリッジはこう結論づけている。害して、彼の人間性を理解するには一言でいい。つまり寛容性である。 なんであれ、それが彼の成功の基盤であったことは、間違いない。ありがとうございます。